ですが、やはり代打です。大きな歓声です。昨日に続いてこの関西の巨人ファンの前に姿を見せます小笠原。昨日は代打で登場しまして2点タイムリーヒットを放っています。有田さんが小笠原に復調あるんじゃないかというふうにおっしゃいましたけど、ね、と思いますよ、はい、やっぱり少しね統一球の少し 重い感じがするんですよね、打った時に、はい、だからその分ね低めのゾーンの球はね拾えないんですよ小笠原が今まで。あ低いゾーンのボールね、だから少し軽くなったというか反発力がポンと強い分ね拾えるようになってきますよ。小笠原の打ってるイメージってこう低めの変化球崩されそうになりながらも我慢してこうそうそうそうドンと打ってたっていう、ねうん、イメージありますよね。だからそういうのでねやっぱり変わる選手いっぱいいますよね。あなるほど、うん、だからね、まあ、いろいろあるでしょうけど、はい、どっちがいいか悪いかはねこれは難しいところでしょう、ねまあ、バッターにとっては飛ぶようになったから多分いいじゃないかと思うんですけどね、うん、ランナー一塁二塁。昨日に続いて今日も代打で1本ヒットを放ちました、うん、だからこれから後半ね、はい、あの小笠原打つと思いますよ。あそうですか、うん、今まではねそこそこの今コースのボールですよね、はい、あれがね拾えないんですよ。拾いに行ってもねボテボテボテっていう重さに負けたりね、はい、多分してたんですよ。そのスランプだと思うんですよね。だから決してスイングもね今までは悪くもないんですよね、はい。まあ、ちょっと悪い時期に怪我なんかも重なってね、まあ、ねそこもありますよね、ここ数年苦しい時期が続いたんですが、